こんにちは。はい、こんにちは。旅ラテです。実は先々月に僕の家が車を納車しました。さすが。そのね、共にね、いろんなところに行く相棒のまず紹介を本日していきたいと思います。よよ。いいよ。まずね、こちらの車なんですけど、肉のディーゼル。ディーゼル。はい。ディーゼルって何？僕もよくわかんない。で、ダークプライム2っていうまあ特別仕様車になってます。でまあ顔はね、まあ別に。変えてるところってあんまりないんですけど、一個変えたのはフォグをバレンティのバイカラーフォグっていうでライトつけましたぐらいですかね。顔周りはで、まあ一応この車3インチローダウンのブロック入ってるんですけど、正直そんなに多分落ちてないんですよね。なんか知らんけどなんかあんまり落ちてないです。よくわかんないんですけど。で、まぁ、1個変えたのは、これ。アベストさんのドアミラーウィンカーつけましたね。白ライトで、中が、ゴールドかな。なんか忘れたけど。へぇ、これゴールドなんですか？そう。んで、まぁ、ホイールは、今注文して、納期待ちみたいな感じになってます。で、まあ、じゃあね、後ろも別に純正のままやし、ここだけね、ミラーだけ、このセーフティ、なんだこれ、バックミラーのこれのカメラついてるんで、このミラーは撮れてますね。はい。じゃあ次、中に。じゃあ中なんですけど、まあちょっと汚いんですけど、アルパインさんのビッグ X スすね、まずナビが。で、特にあとはもういじってるとこはないけど、シートカバーはよくわからんけど、なんかアルカンターラ素材のやつつけました。で、まあ UI ビークルの 3D マットと、ラバーマットぐらいですかね。これが、僕らの、旅を共にする車ですね。そうですね。名付けるとするならば、ゴンザレス。ゴンザレス GO。ゴンザレス GO でいきましょう。ゴンザレス GO GO ですね。はい。以上。愛車紹介です。